遠い昔、惑星ダライアスは滅び、プロコとティアットは新天地を求め、惑星オルガで新世界を築いた。数千年後、銀河系より回電波をキャッチしたプロコとティアットの子孫は、それがダライアスの仲間からの SOS であることを突き止め、強力に改造されたシルバーホークに乗り、銀河系へ飛んだ。
ジュニアとヤングは困難な任務を終了し、惑星オルガに帰還した。彼らを待ち受けていたのはダライアスの皇帝からの祝福と素晴らしい勲章だった。そしてダライアスに住む人々にようやく長い平和の時代が訪れたのだ。さあ次はダライアス2のマルチエンディングを続けてお見せしよう。彼らを待ち受けていたのは次なる戦いだった。敵の同盟軍がダライアスの人々に宣戦を布告したのだ。中心部を破壊し尽くし脱出に成功した。敵の同盟軍の野望は完全に崩れ去り、ダライアスの人々にようやく平和が訪れたのだ。
戦いは終わった。しかし彼らを待ち受けていたのは広大なジャングルと荒れ果てた大地だった。オルガでは何千年という時が経過し、ダライアスの人々は一人も生き残っていなかった。なんということだ。ダライアスの人々はすでに絶滅していたのだ。